今日はこれ Chromebook をねちょっとまあ立ち上げて、まあいつも使ってるんですけどね、まあ普段の作業をどんな風にやってるのかということでちょっとやっていきたいと思います。はい、電源を入れるとねこれ結構早く、立ち上がるんですよ。はい、この状態ですね。で、ここでもうパスワードを入力すればそのまま、できるんですけど、今ねスマートフォンと連動させてて、そのまま写真をクリックすればログインできるようにしてあります。それでね、もうすでにこのままその始められるような感じですね。でね、いつもはねまあアメブロで、ブログを書いてたり、まあちょっといろいろやってるんですけどね、これもね簡単にこう簡単にっていうかね結構サクサク動くんですよ。これがねアトムキーだっていうのはね信じられないぐらいやっぱ早いですね。これでね、日本のね Chromebook はね実際まだそんなに活発じゃないですね。っていうのもやっぱりね何でもできるパソコンの方が売れるみたいなんですよ。ただよくよく考えてみればホームページを見たりね、あとオフィスを使うことでほとんどだと思うんですよね。まあ、文章を書くにしてもテキストエディターがあればいいとか、まあ、それぐらいなもんだから実際のところね Chromebook の内容で全然間に合います。まあたまにね動画を見たり、まあ動画見るのもこれで十分見られるんですね。 YouTube の方にアクセスして、まあ普通にこうやって、まあ今回線の方がねあんまり速い回線で動かしてるわけじゃないんで、ちょっとその辺で引っかかりがあるかと思うんですけど、まあそれでもね、あれ引っかかるな、まあそれでもそんなに引っかかりはなく動かすことはできます。だからね大体はもうこれでもうこと足りちゃうんですよね。まあやるとすれば動画の編集ぐらい、パソコンでは動画の編集ぐらいですね。であとちょっとね今 3D の方 CG の方をねやってますんで、そっちの方を使うときは、まあ、専用のソフトじゃないと動かないんで、まあそういうときはパソコンを立ち上げます。まあこうやってねこうスクロールするだけでもそんなにこうカクカクしてる感じはしないですよね。であとね何がいいってね、タッチパッド、これすんごい使いやすいんですよ。っていうのもねこの2本指でスクロール、パッ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 とこんな感じでできるんですね。で2本指じゃなくてね3本指でタッチすると、3本指でこうねタッチしてやると、これでウィンドウが開くんですよ。2本指と 3本指でこうねちょっと使い方が違うんですけど、これでねおっとっとっと、これで簡単にこうね操作の方ができる。まあ、あとね、2本の指でね、戻ると進むっていうのもできるんで、これがね、マウスを使わなくていいような感じなんですよね。
これ戻るっていうのは2本指で、こういうような感じでね、簡単に戻れるんですよ。行ったり戻ったりね、これ2本指だけですよね。なんでね、このタッチパッドのね、使い勝手がとってもいいので、マウスが必要ないぐらい、これに慣れちゃうとね、ほんと楽ちんですよ。まあ大体これね、Chromebook 見てる時っていうのは、まあ情報を集めるか、まあ YouTube で動画見てるとか、まあその辺で使うことが多いですね。あとブログを書いたり、まあホームページ作る時も、今私はテキストで書いてるんで、テキストでね、そのまんま打ち込む、まあテキストで打ち込むっていうのはもう本当にこんな状態。これちょっとね、関係ないやつなんで、ちょっと一回消しちゃいますけど、まあこういうテキストもね、あるんでね、これはオフラインで使えるやつです。まあ、実際ね、アプリもオフラインで使えるのが結構あるんで、その辺はね、特にインターネット環境があるから作業でき、ないから作業できないとか、そういうのはないですね。まあできないところで作業するものじゃないんで、その辺はさっぱりと諦めます、できないときはね。とまあこんなところで Chromebook はいつも使ってます。あとね、駆動時間が長いんですよ。これ今の時間 100% ある状態でね、今表示で7時間13分。まあ実際テキストだけを打ってれば8時間ぐらい持つんですけど、まあそんなにね、長い間作業するわけじゃないから、まあほぼ1日これで持つ状態です。まあこれでね、動画をずっと見てれば多分6時間ぐらいになっちゃうと思うんですけどね、それでもまあ十分でしょう、1日作業をする分にはね。まあそんなとこですね。はい、今日はね、ちょっと Chromebook をね、簡単な紹介ですけども、まあ普段はこれでのんびりと作業しています。まあ何もしなければね、これね 100% あと8時間48分とかそんなんですけど、まあこれは目安ですからね。まあだいたいこれより1割2割までいかないですね、1割ぐらいは少ないです。まあまたね、ちょっと機会があれば、こんなのやってるよとか、あんなの やってるよとかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。あとね、写真もね、この今、風向き車のマークのやつで、Google フォト使ってますけど、これの連携が随分楽なんですよ、これ。ってのはね、スマートフォンで撮ったのをそのまんまここにアップロードして、で、そのまんまこれで見れますから、この管理は随分楽ですね。はい、そんなわけで、本日の動画は終了とさせてもらいます。よかったらチャンネル登録の方お願いします。ではまた。